今日の晩ご飯の材料は木綿豆腐と人参と豆苗の残り、厚揚げとちくわぐらいかな。これで作りたいと思います。大根と人参と厚揚げとちくわはこんな感じで切りました。人参は千切りで、豆苗はこんな感じ。お豆腐は水切りをしときました。ごめんなさい。これで潰していきます。あえ衣はうつきさんの Vlog で参考にしました。人参と豆苗はさっと塩で湯がいて水気を絞って入れました。混ぜたらできた。煮物はストーブが頑張って、煮てくれてます。今日の晩ご飯は人参と豆苗の白和えと、あと煮物、それとご飯。そんな感じで出来上がり。